はい、こんにちは、人造です。今回もね、ことパズやってこう。で、パート、あ、食べましたよ。うん、食べました。はい、あの、汁なし担々麺食べましたよ。で、今回はね、パート6かね、パート6ですかね。結構やってんだけど、昨日はミクがシャワーを浴びていて、で、ニノがそこと、ニノが鉢合わせて、ニノが風太郎、楓太郎と鉢合わせて、で、コンタクトを探してまして、で、そこら辺のシーンだったかな。で、今日はね、ちょっと何から始めていくかって言いますと、ガチャからね、ガチャから。まあ、1040って溜まってないんですけど、あの、チケットがあるんですよ、チケット。チケットがあって、これかな?これか、これ。まあ、どっちか一回弾けるのかな?ちょっとわかんないんですけど、映画化決定記念のウェディング衣装が期間限定で登場。花嫁ガチャ星越え小月ウェディングがピックアップ。どれがいいんだろう。で、ちなみに期間限定ナースもまあ、やってるんですが、どれがいいんですかね。ちょっとわかんねえな。これ映画記念とか良さそうじゃない？ちょっとやってこう、これ。じゃあこれ引いてこうか。よっしゃ。いやー、最近のね、俺ゴトパズのガチャ運がね、全然良くないんですよね。全く良くなくて。どうだ？うわー。でも星4だ。ニノ踊ってくれませんか？これあれだ。林間学校の時だ。いやー、マジか。これでまあ、チケット、まあ確定じゃないもんね。星5確定じゃないから、まあ、まあいいか。まあいいでしょう。別に、俺は別にエンジョイ勢なんで、なんでも、ダメージはそんな食らってない。さあ、ストーリーを進めていこう。問題を山積み。パズルか。そっか、パズルで終わったんだ、これ。ストーリー進めて終わったんだ。で、ニノがバスタオル姿と。こう行きまして。さあ、こう行きまして。結構慣れてきましたね、パズル。パズル結構慣れてきまして。こんな感じで。こうかな。オッケー。で、青を消すと。青とライハちゃんを消すと。ライハちゃん消すって言い方は表現よくない。ライハちゃんを下に持っていくと。ライハちゃんを下に持っていくのと、青ドロップを消すと。で、このクッキーを、野生爆弾クッキーを、ちょっと、崩していかないと、壊していかないといけない、いけないんで。オッケー、これでクリアかな?あ、まだか、ライハちゃんがまだいるわ。こうしまして、ちょっとむずいぞ。あ、いけた!やったぜ。やったぜ。ちょっと今日はね、ちょっと3本撮りぐらい。3本撮り、また、毎日、ほぼ毎日ね、3本投稿してるっていう地獄のような日々を送って、地獄ってかまあ楽しいんだけど、割と楽しい日々を送ってんだけど、まあ、3本撮りしてるか、まあ、ちょっと動画更新頻度多すぎるかな、ちょっと。動画更新頻度がさ、多すぎる気もするんだけど、わかんねえ、ちょっと減らした方がいいのか、あんまりちょっとわかってないんで、数の暴力で結構、投稿してんだけど、で、次やってこう。よし。最低。もう決めた。お、何を?出入り禁止で。これ規制かかるかな ?YouTube 規制かかっちゃうかな?で、危な!上!で、これどんどんがらがしちゃうんだって、で、こうなると。この時、俺はまだ理解していなかった。はい。で、この人がね、確かプロデューサーなんですよね。プロデューサー。いちかの、女優業のプロデューサー。女優のプロデューサーさん。で、入って、いい笑顔。いい笑顔だな。あー、四つ葉ちゃんがそう、この、バスケ部してるっていう、まあ、バスケ部してますっていう、このバカ5人組の一人一人で向き合うことの難しさを。音がちっちゃいかもしれない。いやー、このヨスバちゃんもね、本当に真面目なんだよね。本当に
素晴らしいね本当に。で、そう、バスケ部入らないって言われて、まあ、ちょっとまあどうしようかなっていう考えをしている。わーお、わーおだこれ。そして俺も教わることとなる。変なこと言うから。可愛いね。アヒルのおもちゃ置いてるの可愛い。何だったのつって。あ、そう、これは名前を言ってくれるんだ。ミクの好きな人って上杉さんだ。そう、これがね、まあ。で、これ、俺もまた、バカ野郎だということよ。ちょっと俺のセリフが少ない、俺のセリフが少ない気もする。まあ、不法侵入。違う。俺は取りに来ただけだ。そう、これ取ると、写真を撮るのと、単語帳を取りに行くっていうのを間違えるっていう。この変態使う盗撮だボロクス言われてんじゃん。そっちの撮るじゃねえ。で、いつきちゃんが撮ってますよって。最低。最低って。そう、これは、俺は言わなくていいか。そう、これでちょっとまあ、8話に続くんだけど、いや、この時の楓太郎の絶望感といったらもうありゃしないよ、ほんとに。もう同情する、これは。で、消してこう。俺のパズルやってこう。いや、また、危ない。こうして。で、これはこうかな。こうでもいけるか。で、まあ、こんな感じで L字組んでこう、L字組んでこう。で、あ、四つ葉ちゃんドロップが結構消せるぞ。おっしゃ、これで。で、青も消せる。青を消せそう。ミクちゃん消せそうで。で、これいいんじゃない?この、オレンジ。オレンジ良さそうじゃない?これ。あ、結構消せる、これ。いいね、いいね、いいね。楽しいね。で、こうで。で、さ、このお邪魔ドロップ。お邪魔ドロップが結構、厄介かな、これ。オッケー、これ一直線行きまして、ストレート。160キロのストレート出しまして、これもう結構いけんじゃん、これ。で、あと、この左下の、あれか、これだけや。焼ける。どんだけ下げるの?え、あれ消えなかった、今。あれ今消えなかった?まあいいか。おっしゃ、これで消せたかな?おへい。いやー、ちょっと最近さ、S を取れないんだよね。S 取れない時が結構増えてきた。まあ、これは S かもしんない、確か。確かってか、これは S なんだけど、多分。S。結構ね、まあ、取れなくなってきたかなっていう、厳しくなってきた気もする。じゃ、これ、まあ、動画時間が8分か。まあ、まだ8分か。どうしよう、これ。じゃあ、パズルしまして、もう1話進めてもう終わろうか。これ、一直線で。ああ、これいいね。シンプル、シンプル。ああ、めちゃめちゃシンプル。こうか、こうして。ちょっと今ね、昨日か。今日ってか、本当にさっきね、パズドラの動画を撮ってたんで、ちょっと肩が痛いかな。ちょっとね、肩が痛いんですよ。右肩が痛いんですよね、ちょっと。で、こう行きまして。パズル。チェインか。チェインが 7連鎖。チェイン7連鎖しないといけないと。で、これ結構こうしまして、いつきちゃんを寄せたいな、ちょっと。こう言って、で、ニノが来る?いやー、むずいな、ちょっとむずいぞ、これ。あ、これでいけんじゃない 7連鎖。いけないか。いけれる?これ。あ、いけるわ。おげい。最近俺の口癖はね、このクリアした後におげいっていう、まあ、ちょっと、生きった、陽キャみたいなおっきいを言っちゃうんだけど。これが良くないなっていう。良くはないけど。で、これ S かな?通信狩りタイムアウトしましたらいかがしますか?ちょっと待って、俺そうなんだよね。Wi-Fi がさ、ちょっと調子悪くてね、最近 Wi-Fi が。ちょっとこういうこと多々あるかもしんない。ちょっとその時すまん。その時はすまん。さあ、まだパズルか?いいね。パズルやっていこう、じゃあ。なんだこの盤面。変わった盤面、なんだこれ。消して、消して、
消して、あ、いいね、これは楽しい。これ消しまして、めっちゃ、これ繋げれるんじゃない ?10 連鎖、10コンボ。10コンボじゃ10連鎖。どんだけ、あれ、あれ、で、これ、9連鎖、オッケーオッケー。いいね。これ、あ、これすごいんじゃない?これなかなかすごいんじゃない?え、これスコアめっちゃ伸びそう。シャボン玉が結構あるな。シャボン玉結構ありますね。いいよ、これで。で、いつき使って。で、これシャボン玉優先して、結構いや、シャボン玉優先しよう、これ。で、こう行きまして、こうかな?いいね、いいね、いいね。あ、少なくなっちゃった。やばい、ちょっと待った。結構きつくなってきた、これ。どうしたらいいんだ、これ。こうか。違う、違う。違う、こうだ。こうして、まあ、シャボン玉を徐々に消していこう。え、シャボン玉は全然消えんぞ。あれ?オッケー、これで消しまして、もうスコアは結構 S までたどり着いてるもんね。で、これ消しまして、本当にそうかなーつって、これ四つ葉にドロップにして、こうでいいかな?こうで、オッケー、これでフィニッシュかな?あ、まだ一個か。まだ一個残ってんな。まずい、まずい。あ、でもこれでいけるか。オッケー。え、まだ、え、なんで?あ、そうか。徐々に増えていくんだ、これ。オッケー。そうだな。知らぬ間に増えていくんだよ、これ。確か。うわ、やっちゃってんな。オッケー。じゃあ、これ。で、じゃあ、これさ、あと、まあ、1話進めて終わりましょう。エース。オッケー。ニノの投げキスもらって、ちょっとね、3本撮りしてるんで、口が回んなく、全然言えない。口が回んなくなってきた。で、この話を進めて終わろう。おっしゃ。第8話、裁判。これ、この茶碗ね。この茶碗が面白いんだよ。被告は家庭教師という立場にありながら。ほう。女子高生を前に欲望を爆発させてしまった。いや、これはダメだな。これは楓太郎ちょっともう懲役300年だこれ。この写真は上杉被告で間違いありませんね。あれ見てじゃん。すげえあれ見てじゃん。金田一少年見てじゃん。冤罪だ。裁判長、はい、ちょっと一か、これ、この状況を楽しんでる、一か。この写真悪やんな。この、楓太郎の写真悪やんな、これ。待っていました。おい、捏造だ。はい、これで、ね、それはいくらなんでも。しからんな。意義あり。あ、意義あり。確認顔してるけど。確認顔してるけど、これは。はい、録音があると。あ、いいね。かばってくれてんじゃん。ね、これ、この時から本当にミクはもうずっと、楓太郎の推しっていうか、楓太郎をすげえ擁護してくれるっていう。ミク!そう、取りにって間違ってんだけどね、これ取る。そう、こっちが正解なんですね。こっちが正解なんですけど。で、変わってるけど。あ、これ照れちゃうね。これで照れちゃうんだ。ミク、信じてくれると信じてたぜ。めっちゃ噛んだ。信じてたぜって。ちょっと俺、他行が言いにくいんだよね。俺めちゃくちゃさ、なんか結構、結構俺の動画を見返してると、他行めっちゃ噛んでるなっていう、他行めっちゃ噛んでるわって気がするわ。
それ以上近づかないで。あれ？その態度は警戒してるってことかな。してない。ニノの気のせい。これ。また喧嘩してんだよ。また喧嘩してるんだよ、俺。見られて減るようなもんじゃない。見られて減るような。そうでも私は違うの。まあこれはね、まあデリカシー。体でしょ。お、ちょっと今声張ったな今ミク。いつきは黙ってて。怖っ。これはシンプルに怖い。そう、どっちかっていうと、いつきがこの写真を撮ってから、この事件簿、この裁判が始まったっていう感じなんで。かわいいな。ミクの言う通りだとしても、こんな体制になるかな。これは不慮の事故だ。本当にミクの言う通り、不慮の事故だ、これは。まあこれはそうだがそれは六本有罪切腹そこで肯定しちゃうからだよね。やっぱり楓太郎やっぱり肯定しちゃう。まあでも肯定しざるを得なかった気もするな、この会話の流れだと。ミクさんやばい、否定しないと。このままじゃ家庭教師ができなくなる。だが信じてくれるだろうか。で、Q&A に続くと。よし、じゃあ今日はこれで終わろう。パズルしてね、パズルして。シャボン玉多すぎ。割れないシャボン玉じゃん、これ。また侵食されてる。これやばいぞ。これ結構時間かかりそうな気がする。OK。2コンボ。これで。あ、やっぱ2コンボだ。ちょっと2コンボだけなんだよな、やっぱり。これで2個消せるかな、シャボン玉。オッケー。ちょっとシャボン玉中をこうやって消すよりかは、周りで消していこうがいい気がしてきた、結構。結構、ゴトパズ攻略法になってきた。ゴトパズ攻略チャンネルになってきた。いいぞ。これ、これは良くないかな。これは悪手じゃん。悪手じゃよ、アリンコつって。あの、寝てる会長。これは、こうかな。お、4コンボ達成しました。いやー、これむずいんだよ、これ、ここむずい。どうしたらいいんだ、これ。こうでいいか。とりあえずこれで、シャボン玉1個消しまして、あ、これいいんじゃない？これ、あ、待った。こうでいいんじゃない？オッケー、これで、オゲイー。やったぜ。いや、このパズルシンプルでほんといいわ。シンプルで楽しいわ、やっぱこれ。俺結構ね、パズルゲームが得意なのかなっていう気もしてきた。結構わかんないけど、知らないけど。よし、じゃあ今日はね、これで終わります。タップして、結構レベルも上がってきた、このカードの。で、まあ結構ね、こうやってやってるんで、まあ、次回も、まああると思うんで、まあよろしくお願いしますっていう。じゃあねー。